どうもこんにちは、プレシアの木島です。本日は30代婚活男性が10人の女性に申し込むとっていうテーマでお話をしていきます。皆さんもご存知の通り、結婚相談所は男女ともに30代がボリュームゾーンと言われています。そのため他の年代に比べると出会いがたくさんあり、お相手にも困らないと思っている人も多いようです。しかし登録している人数が一番多いっていうことは、反対にライバルも桁違いに多いっていうことにもなります。それに30代男性は年収の差が開きやすく、年収300万円もいれば1000万円の大台に乗っている男性もいらっしゃいます。だから登録している人数が多いからすぐに結婚が決まるんだって考えるのはあまりにも安易であると言えます。実際に30代男性が10人の女性に申し込むとどんな結果が待ち受けているのか想像していただければと思って、一般的な30代男性が婚活をしたケースを想定してお話ししていければと思います。もしあなたが婚活を検討しているなら、彼を反面教師にしていただき、すでに婚活をスタートされているようであれば、自分も彼と同じようなことをしていないか今一度チェックしてください。今回の主人公である36歳男性を A さんとします。その A さんはそもそもなぜ結婚相談所へ入会したかというと、もうズバリ子供が欲しいから。もうこれはあるあるパターンですよね。周りからは子供が欲しいならもっと早く婚活して結婚しておけばよかったのにっていう声も聞こえてきそうなんですが、30代のしかも後半で婚活をスタートする男性のほとんどはこういった考えで、それは35歳ぐらいまでにはいい人と出会って結婚できるだろうと漠然と考えていたけど、あっという間にその年になり、結婚どころか恋人もできず出会いもない状態になったため、今の環境で結婚相手を探すのは難しいって判断して、調べていくうちに結婚相談所に行き着いたっていうパターンです。客観的に考えればわかることなんですが、出会いが多いのは10代の学生時代であって、20代30代と年齢を重ねるうちに出会いは確実に減ります。特に20代30代になると結婚する人も増えてくるので、異性との出会いはあったとしても既婚者であれば結婚できる見込みはないので、そういった意味でも結婚相手との出会いはどんどん減っていきます。それなのに20代で恋人がいなかったのに、なぜか35歳までにはいい出会いがあって結婚できると未来の自分に期待しすぎている人が目立ちます。環境を大きく変えたり、自ら出会いを積極的に求めるんだったらその可能性も高まると思うんですけど、今の日常をね、ただただ続けているだけなら環境も変わらないどころか悪化していることでしょう。その結果 A さんもそうですが、36歳になり、そこで初めて、いやこんなはずじゃなかった、35歳までには結婚できると思っていたのに今のままじゃやばいぞって急に焦り始めてしまうっていう感じです。 A さんはそんな焦った気持ちを抱えながら結婚相談所での婚活をスタートしました。A さんが希望する女性の条件は、ざっくりこんな感じです。20代美人、太っている人は NG、 この3つですね。これもあるあるなんですよね。よく聞く希望条件です。ちなみに A さんのプロフィールとしては36歳、年収500万円、工場勤務で夜勤あり、170センチで中肉中背、コミュ障気味で一人暮らしといった感じです。結婚相談所によりますが、1ヶ月で申し込みできる人数に上限があるところもあればないところもあるんですね。 IBJ 加盟店の場合、申し込み数の制限がなければマックス月200名までの申し込みが可能となります。あなたのプロフィールが比較的良ければ申し込み数に上限があったとしてもお見合いはすぐ決まっていくので問題ありません。ただあなたのプロフィールがいいとは言えないということであれば、お見合いを決めるだけでも苦労する場合があるので、少なくても月50名以上に申し込みのできる相談所の方が安心かもしれません。 A さんが入っていた相談所は毎月10名しか申し込みができずに、追加でカウンセラーから5名の紹介があるっていう内容でした。一番お見合いが決まるのは活動を始めたその月なので、ここでいかにたくさんのお見合いを組めるかが勝負になってきます。早速 A さんは20代の女性に絞り込んでプロフィールをじっくり見ていきます。結婚相談所に登録している女性はいい意味で普通の方が多くて、写真で見る限り綺麗な人や可愛らしい人もたくさん登録されています。そうなるとどうしても条件に該当する女性の中のさらには上位層を狙ってしまいがちです。 A さんもその一人で、申し込みした女性は26歳から28歳、そして誰がどう見ても美人っていう写真を掲載している女性女性で初婚でスタイルもいい方です。こんな特徴のある女性へ一気に10名申し込みをしていきました。日常で出会うことのない女性へ申し込んでお見合いして結婚できるかもしれないって A さんは考えてね、とてもワクワクしていました。しかし結果は残酷なもので、一気に5名の女性からお断りの返事が届きます。 A さんはなんでって思いつつ、残りの5名からのお返事を期待して待つことにしました。申し込みをして3日後に1名からお断りが届き、5日後に2名の女性からもお断りが届きました。そして結局10日経過しても残り2名の女性からは返事すら届かず、自動的に終了となりました。活動を開始して即日10名に申し込んで、10日後には全女性からお断りされてしまうという結果になってしまいました。これは彼だけではなくてほとんどの30代男性が通る道だと感じます。なぜなら冒頭でもお伝えした通り、30代男性は他の年代と比べて圧倒的にライバルの数が多いんですよね。 A さんは36歳で年収500万円と決して悪くはない条件でしたが、上には上がいるもので、地域によりますが東京であれば30代で年収700万円っていうのは結構いらっしゃって、800万とか1000万円の男性もまあまあ見かけます。こういったライバルの中で20代女性から選ばれなければいけないので、かなりハードルが高いんです。特に20代で美人を狙う男性って多くいるので、申し込みも殺到していることでしょう。その中で36歳年収500万円工場勤務で夜勤ありの男性が申し込みをしたとしても、人柄はさておきプロフィール上で目を引くものがなければ女性は目も留めずお断りをしてしまいます。では A さんのような条件の男性はどんな婚活をするのが現実的なんでしょうか。ダメ出しだけで終わっちゃうと婚活の参考にならないと思いますので、 A さんのような男性が短期間で結婚する方法を3つご紹介して終わろうと思います。A さんが短期間で結婚する方法、その1、年齢の幅を広げる。これが一番手っ取り早いです。何の努力もしなくても希望年齢を上げるだけで比較的簡単にお見合いが成立します。 A さんの場合なら30から35歳までの女性へ申し込みするだけで OK です。どうしても美人がいいなら34から37歳の美人を探して申し込みをするのもありだと思います。A さんが短期間で結婚する方法、その2、合計点数が同じ女性を探す。どうしても若くて美人を狙いたいと思うんであれば、この2つの条件だけを妥協せずにそれ以外を許容するっていう方法もあります。年齢と容姿、この2つは絶対外せないから、それ以外の地域とか学歴、ペットの有無、家族構成、職業、宗教、婿養子、親との同居、タバコ、ざっくりこの辺りを許容していけば若くて美人とのお見合いも決めることができます。希望する条件の数が多いほどそれに該当する女性も少なくなるので、申し込んだとしても自分と釣り合わないお相手となり、相手にされず終わってしまいます。どうしても若くて美人、この2つ揃っている女性と結婚したいんだったら、他のライバル男性が敬遠するような条件を提示している女性へ申し込めばいいだけなんですよ。例えば若くて美人なんだけど婿養子を希望しているとか、若くて美人なんだけどタバコ吸ってる、若くて美人なんだけど中卒、こんな感じです。何の努力もせず60点の自分が100点満点の女性を狙って手に入れようとするから、婚活が難航してしまうんですよ。若くて美人っていう部分では100点満点なんだけど、それ以外でマイナスポイントがあり、トータル自分と同じ60点になるような若くて美人な女性を狙いましょうねっていうお話です。A さんが短期間で結婚する方法、その3、カウンセラーに紹介してもらう。婚活ではどうしても自分が会いたい人に申し込んでしまうため、お見合いすら成立せず断られてしまう確率が高まってしまいます。大切なのは客観的な目線で釣り合う人を探し申し込むっていう点なので、そんな異性を手っ取り早く見つける方法としてカウンセラーに紹介してもらうっていう方法があります。私も会員さんへ釣り合いの取れた異性を紹介することが多かったんですけど、やはり紹介紹介したお相手へ申し込みしてもらうと、お見合いの成立率が格段に高まりました。自分のレベルを把握するためにも、まずはお見合いが決まりそうなお相手を紹介してもらうといいでしょう。いろんな会員さんの婚活を見てきたカウンセラーさんであれば、その目は確かかと思います。30代の婚活ではこういった方法を取り入れていけば、対象となる女性はたくさんいますので、驚くほど短期間で結婚を決めることができます。反対にこのコツを知らなければ長引いてしまう可能性もあります。このチャンネルでは、婚活を頑張っている方に向けて短期間で結婚を決めるための実践的な方法をお伝えしておりますので、最新の情報を見逃したくない方は今のうちにチャンネル登録をお願いします。それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。